優しくて面白くスポーツもできるとってもかっこいい先生です。私は恥ずかしがり屋で緊張して話しかけることがあまりできません。どうすれば恥ずかしがらずに話しかけることができますか。もう少しで卒業なのでいっぱいお話しできるようになりたいです、うん、アドバイスお願いします。え、これは恋、かわいい、かわいいな、うん、でもわかる、でも一人は悪くない、うん、高校っていうか、でも、まあ、学校にミルの小学校の時にすごい人気の先生がいて、うん、モンゴルのなんかモンゴル高い声と低い声を同時に出すみたいなのがあって、うん、それができる先生がモテてたやってもらうそれを、そうなんかウェーみたいなこと、すごい、そう、それを見てみんなに人気になる、へー、そう、まあでも技持ってる先生、うん、おもろい、あと喋り方おもろい先生とかあ、なんかめっちゃモノマネ流行るような先生モノマネみたいな、すごいデチュっていう先生がいて、でもすごい可愛くて授業楽しかったです。へえ、これはなんとかデチュ、そしてみたいな。そう。やばすぎやろ。男の人？女の人。可愛いな。うん。優しくて面白くスポーツもできるとってもかっこいい先生です。うん。私は恥ずかしがり屋で緊張して話しかけることがあまりできません。どうすれば恥ずかしがらずに話しかけることができますか。もう少しで卒業なのでいっぱいお話しできるようになりたいです、うん、アドバイスお願いします。え、これは恋、かわいい、かわいいな、うん、でもわかる、でも一人は悪くない、うん、高校っていうか、まあ、学校にミルの小学校の時にすごい人気の先生がいて、うん